昨年のセリーグは阪神が投打で圧倒的な強さを見せ、18年ぶりのリーグ優勝。日本シリーズでもパリーグ3連覇を飾ったオリックスを4勝3敗で撃破し、38年ぶりの日本一に輝いた。打倒、阪神に燃える5球団はチーム力を高めるため、戦力補強に動いている。チーム編成は現在進行中だが、 現時点でどの球団が効果的な補強を観光できているか。E クラスからの巻き返しを狙う巨人、中日が高得点に。野手の大量補強に動いた中日は、台風の目、になれるか。阪神は現有戦力で戦える自信。阪神75点。昨季成績85勝53敗5分け優勝。FA 史上で生還し、 トレードの補強にも動いていない。現有戦力で戦えるという自信の現れだろう。補強した選手は救援で期待されるハビーゲラ。現役ドラフトでオリックスから加入したうるしばら体制のみだ。2018年オフにオリックスから西勇気を活躍して以降は FA 補強に動かず、生え抜きの選手を主力に育成する方針に重点を置いている。 ドラフトでは1位、下村海将、2位、椎ツヨシ5位、石黒優也、6位、津田淳也と即戦力の投手4人を獲得できた。岩江のする補強には動いていないが、対談する主力選手もいない。チームは成熟期を迎えており、今年も圧倒的な優勝候補であることは間違いない。広島65点。 昨季成績74勝65敗4分け2位。中心選手だった西川達馬がオリックスに FA 移籍。替えのきかない選手だけに痛手であることは間違いないが、広島は若手の野手が育ってきた文化がある。末金翔太、田村俊介ら成長株が一本立ちできるか。新外国人選手で期待されるのは、マットレイノルズとジェイク・シャイナー。 彼らが中軸で機能すれば得点力がぐっと上がる。ドラフト1位の常広花里島筆頭に新戦力の大卒4投手は1年目から即戦力で期待できる。石川の人的保障で、オリックスから高卒2年目の日高段己を獲得。阪神と同様に長期的視野でチームを構築するビジョンが見える。絡めの採点となったが、 育成の広島で着実にチーム力をつける。DNA65、e、点。昨季成績74勝66敗3分け3位。今永翔太がポスティングシステムでカブスに移籍。救援の屋台骨を支えたエドウィン・エスコバー。二度本塁打王を獲得したネフタリ・ソトが対談した。FA で挙手が注目された石田健太。 戸柱安高は残留したが、今永とエスコバーが抜けた穴は大きい。新外国人左腕のアンソニー K、三振ダッシュ能力が高いローワンウィック、190センチ右腕のアンドレ・ジャクソン、ソフトバンクから加入した実績10分の森結と、ロッテから現役ドラフトで補強した元ロッテの佐々木千葉やら新戦力の活躍に期待したい。 ドラフト1位の渡来高照の活躍も打線の鍵を握る。昨年度の戦力と比べて厳しい採点となったが、最大の注目はトレバー・バウアーの挙手だ。先発の大黒柱が残留すれば、補強採点簿は70点以上に跳ね上がる。巨人は効果的な戦力補強。巨人85点。 昨季成績71勝70敗に分け4位。かつてのように FA 出た球団のスター選手を獲得する派手な補強策は観光していないが、弱点をカバーする効果的な戦力補強でチーム力の底上げを図った。近年の不安材料である救援人強化に向け、近藤大輔高橋玲泉圭介とパリーグで実績のある選手たちをトレードで獲得。 現役ドラフトでも阪神のリリーバー馬場ス介が移籍し、同じく元阪神のカイル・ケラーを獲得するなど徹底している。ドラフト1位の西立優陽、2位の森田俊也も救援で起用される可能性があり、チーム内の競争は熾烈だ。野手で期待されるのはドラフト5位の佐々木俊介。俊足とパンチ力を兼ね備えており、中堅の位を勝ち取れるか。 ヤクルト70点、昨季成績57勝83敗3分け5位。2年連続リーグ連覇から昨季は5位に低迷。パリーグを代表するリードオフマンとして活躍した元楽天、西川春樹の獲得は、故障で稼働できなかった塩見康隆も刺激を受けるだろう。 救援陣の強化でソフトバンクを退団したかやましんやを補強できたことも評価できる。さらに、新外国人投手でミゲルヤフーレ、補正スパーダ、西部から宮川鉄をトレードで獲得。ただ、先発と救援ともにまだまだ選手層が薄い。先発要因は FA で山崎幸也日本ハム、石田健太、DNA、 の獲得に動いたが実らず、打線の破壊力はリーグ屈指だけに、今後も投手陣の戦力補強を完工する可能性がある。中日80点、昨季成績56勝82敗5分け6位。打線強化に向けた積極的な補強が実現し、立浪和義監督も手応えを感じているのではないだろうか。 打点王を3度獲得した実績を持つ元巨人の中田翔を獲得できたことが一番のプラスアルファだろう。さらに、上林誠司、中島博之、メジャー通算40本塁打のアレックス・ディカーソンを補強したことで選手層に厚みが増した。ドラフト2位の津田博ドラフト3位の辻元林太郎の加入で2遊間のレギュラー争いも一層熾烈になる。 球団史上初の2年連続再開からチーム再建に向けての道は険しい。戦力を底上げするだけでなく、プレーの精度を高めることも求められる。悔しい経験を糧に変革なるか。